中国の8歳の少年が世界中の人々の心を動かしました。この少年は気温が氷点下10度以下になることもある中、毎日5キロ近くを歩いて小学校に通っています。教師が撮影した髪が凍った少年の写真がネット上で広がっています。Nos correspondants Arnaud Miguet et Gaël Caron l'ont retrouvé dans son village. À 2800 mètres d'altitude, le temps est glacial. Jusqu'à moins 10 degrés, ça n'empêche pas le petit Fuman. Cela n'empêche pas le petit Fuman. Tous les matins, on prend le chemin des écoliers sans gants ni bonnet. En marchant vite, je mets 3 quarts d'heure. 4 km et demi à pied pour rejoindre l'école. Il y a une semaine, cette couleur de Fuman a purifié les cheveux congelés. Les mains complètement cherchées. Fuman a une photo sur les SNS qui a été diffusée par son professeur en classe. に衝撃を与え、福満君は氷の少年と呼ばれるようになりました。それ以降、全国から援助が届くようになりました。学校には今日もトラックがやってきました。福満君の身の上は中国の人々の心を動かしました。学校には4万ユーロが寄付され、1週間前から毎日袋いっぱいの靴、温かい服やカバン、鉛筆が届けられています。教師です。本当に感激しています。これで子どもたちが寒い思いをすることはなくなります。ここは氷の少年福満君の自宅です。警察官か科学者になるのが彼の夢ですが、今の福満君は中国の経済成長に置き去りにされた人々のシンボルになっています。雲南省は中国でも最も貧しい地方の一つです。住民の多くが貧困ラインである1日12ユーロ以下で暮らしています。生活は不安定です。わらぶき屋根の家の中では火がたかれ、毛沢東が見つめています。米を一袋買うことができたら隣人におすそ分けして助け合っています。貧困との戦いは習近平国家主席の一番の目標です。世界第2位の経済大国の中国ですが、4100万人が極貧の暮らしをしています。不平等解消を掲げて政権の座についた共産党の正当性にとっては問題です。